腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは曹操の台頭、選択君主は公孫さん。第23回を始めさせていただきます。前回は演術軍を滅ぼし、公孫さんと長江、高蘭が義兄弟の契りを結んだところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。それではですね、劉表さんも都市が8つ、まあ8あるので、ちょっとこれ落とさなきゃいけないので、都市4未満にしないといけませんから、もうねちょっとね出撃しましょう。まあもちろんね、縁にはもうね、公孫さん一族、まあ公孫さんとね、まあ彼ら義兄弟で攻め込んでるんですが、同時進行で深夜にも進行したいと思います。顔料文集、炎章、炎紀、炎章と、であとは心配さんはちょっと今何かで使ってるのかな、なので文集で頑固でいいかな、いや星でいいでしょ。で炎紀が連土と、で炎章が勝者、ちょっと待てよ、深夜の規模は小規模か、小規模だったら別に恐れる必要はないですね。こちらでいきましょう。で疾風怒涛と聖者、文集は疾風陣雷聖者、炎章はいつも通り炎家以降、炎章は魚鱗で大丈夫でしょう、突撃と芸派、そして炎気隊は連土、これでいいでしょう。で残り兵数が減ってしまうので7000ぐらいでいいでしょう。で心配もねまた出せばいいですからね、8000で。それではとりあえずこちらの方、砦まで攻撃を仕掛けましょう。でこちらは露光に順調に攻めかかっていると。これ周囲の風奪わないでもそのまんま行っちゃってもいい気はするんだよな。でもまあ念のためね、少なくともこの2つは最低でも落としましょう。で今ね、高陵にちょっと兵を集めてるので、ちょっとこちらからもまた進行したいと思います。それでは円の周りを見ていきましょう。ちょっとね、公孫さんがね罠にかかってますけどね、まあすぐにどうせ復帰するでしょう。復帰しないかな、あと4日ですね。馬頭軍の動きはないですね。よろしくお願いいたします。とりあえずまず砦を壊さないと話にならないですね。でこれで洛陽の規模が大規模と、初めての大規模都市かな。聞いてください。では巨匠から出撃で円の周りをちょっとね奪ってもらうので、当初本当はねちょっとねこの2人は使いたくないんですけどね、ちょっとつもちなので。だけどまあとりあえずここは大丈夫でしょう。大丈夫かどうか分かんないけどね、ちょっと大丈夫と思うしかないですね。で右岸東照が白鵬と、そしてこちらの方を押さえていきましょう。戦だな。でこちら劉壁が来てますね。そうなったら公孫さんでとりあえず白鵬を押さえよう。一切承知。でこの2体は砦をここまで来て壊しましょう。やるとしよう。で巨匠から出撃です。古円尺、嘉永、力、そして遠征と、こちら水滸伝の面々ですね。あ、遠征眼光しか使えないのか。でこちら聖者しか使えない、武将能力で知力高いよね。そしたらちょっと遠征はこう混乱をちょっと覚えさせましょうかね。遠征さんでちょっと混乱を覚えさせましょう。であとは力さんはちょっと待てよ、巨匠から出撃でちょっと見てみましょう。後援社会力遠征で、
で、小円尺は火は使えるからいいですね。神灸があるから火炎は大丈夫。力はやっぱりそうだな。習得で、都市攻撃用に力にも正射を覚えさせましょう。これでいいでしょう。では、巨匠から出撃です。小円尺、火炎、力、そして遠征と。で、こちらの方、兵士最大で、で、混乱でいいでしょうね、衛星は。で、小円尺は魚鱗で、こちら、ヒアと、優柔邁進ですね。で、カエは神灸があれば十分でしょう。で、力体は、こちら、聖者と、もう、そうかですね。こちらの方で出撃させましょう。で、白棒馬で進軍させましょう。出陣する。で、今見たらね、心配が巨匠にいたので、こちらジョナの方にね、心配を送り込みましょう。参ろう。で、外交降伏勧告。バトさん、いやー全然飲んでくれないな。もうこれは落葉から出撃させちゃいましょう。曹操、加工園、曹仁、加工と倉庫、これでいいでしょう。で、こちら、明細連戦と、あと、曹操隊は、もちろん、義武の強。で、曹仁隊は、いや、曹仁使えないか。何をやりたいかというと、まず、函谷関、道関、それぞれを落としたいので、出撃で、曹操、加工園、曹仁、曹で、陣形で、投石使えるのは曹操だけか。義武の強使いたいんだよな。曹操と連携取れる方で、陣形、投石とか使える方いないか。どうする？魚鱗で落とすか。でも、まあ、加工園いるからな。そしたら、この3人で行きましょうかね。加工園、眼光、で、他に眼光使える方いない？曹操と連携取れる方で陣形、眼光、曹休が使える。この2人でいきましょう。で、曹休は眼光と。で、加工園は明細連戦で、こちらは義武の強と混乱。混乱の方がいいような気がするけど。で、加工トンが士気アップでいいかな。こちらでいいですかね。で、兵士数最大と。で、早急が3000しか持ってないので、ちょっと感触つけていきましょう。では、落葉から出撃です。曹操、加工園、加工トン、そして早急。こちらの面々で行かせましょう。で、曹操はどうしようかな。義武の強にしておこうかな。で、加工トンが聖者と。で、早急が聖者で眼光と。これでいいでしょう。で、加工トンがこちらから攻撃、曹操がこちらから攻撃と。で、加工園はちょっと変なところから出した上で、ここに進軍。で、曹休もちょっと変なところから出して、ここに進軍と。これでいいでしょう。ついてこい。もうとりあえずね、4都市未満だった、4都市以下だったんで、バトは降伏で落としたいんですが、まあ、ちょっと長安取らないとダメですね。なのでこれでいきましょう。いやー、同時進行がかなり、4都市かな。盧溝を、秦や燕、そして長安に向けて軍をね、進発させていきましょう。それでは円の周り見ていきましょう。ちょっと円の周りが一番激戦になりそうな気がしますね。武漢にも1万6000いますからね。いや、これ連合組まれてもおかしくないな。で、砦が壊れたと。ご確認ください。で、ジョナンに心配さんが入ったので、心配も出していきましょう。吸収と聖車ですね。で、魚鱗で8000。で、こちら部員の負まで行きましょう。
みんな行くぞ。で、あとは最初出していきましょう。最初でこちら義弟と義王か、義王とこちら港の歩を抑えても仕方ないんだよな。部員、そして行くよ。これでいいでしょう。出陣だ。で、文集、文集にこのように義勇を抑えてもらってここまで戻ってもらいましょう。とりあえず早く投石台壊さないといけないな。完成させるわけにいかない、ダメージを食らってしまう。わかった。どうした、やって何か用か。これでいいでしょう。で、こちらですね。ロッコにはもうこのまま突っ込んでいいだろう。もう突っ込ませましょう。で、韓国の艦の周りですね。配置についてますね。ではちょっと見ていきましょう。韓国艦からの出撃はないですからね。あとは落とせるかどうかだけど。いいですね。ダメージは。いいですね、連携が入った。1600。他にも連携出してくれないかな、戦車とかね。報告いたします。お、ロコを囲んでますね。で、こちら投石台を作る前に顔料さんがぶつかりましたね。では投石台が作られるかどうかちょっと見ていきましょう。さすがにくっついてるから、あーでもできそうだ。うわー、マジか、出来上がった。よし、韓国艦陥落です。それはいいけど、なんで接敵してるのに。いやー、結構ダメージ入るからな、投石台は。ご確認ください。作らせたくなかったな。で、ロコは完全に囲んでますね。で、こちら加工園たちですね。ちょっと出していきましょう。銅管を次は落としていきましょう。で、そうそう、義務の教よりも混乱の方がいいな、こちらの方は。で、聖者で、加工園は頑固で、明細連戦と。これでいいでしょう。で、一人ずつ。まずは、ここまで。で、加工トンはここまで。そして、加工園は、ちょっと寄り道をしながら、ここまで進めましょう。これでいいでしょう。腕が鳴る。で、早急はこのままこちらまで進軍してもらいましょう。で、あと円の周り、あー、リラのこの5500がちょっと厄介ですね。ちょっとここで待機だな。この5500がどこに来るかですね。ちょっと小円尺はこちらで待機。義兄弟の絆を使いたいので、ここに任せ、なんか言うか。とりあえず命令かな、やるとしよう。命令かな、心得、いかがした。長江たちを前に出しましょう。どうした、心、何か言うか、任せてくれ。うむ、これでいいかな。囲めるように動いていきましょうね。任せてくれ。で、投石台が作られて少しダメージを受けてしまっていると。で、光量が 47,000、 ちょっと出していきましょう。出すメンバーは信長、そして拉致のご夫婦、そして呂布、長良、そして光純。この面々でいきましょう。で、拉致隊がね、奉仕使えるのでね、結構いいですよね。で、信長は極縁、呂布は天下無双と聖者、長領は両来両来と、混乱、光純は肝陣営と突撃、ラッチが警告の舞ということでいきましょう。で、行くのは剣魚、こちらの方を落としていきましょう。こちらまで行くのと、ラッチ隊だけ港の歩を抑えましょう。で、
ここまで進軍と、これでいいでしょう。出陣するぞ。剣業の周りはね、なんて言ったって歩の数がねそんなにはないんだけれども、平坦を切られやすいんですよね。なので港の歩をとりあえず押さえに行かないといけないんだよな。それがネックなんですよね。さあ、それでは円周辺ですね。リラがどのように動くか見ていきましょう。円にただ入ってくれるだけだったらいいんですけどね。どうやらそんな感じにはならないだろうし、レント隊も出てきましたね。お、顔料がモータスに一騎打ち。これ勝てるでしょう。94と73、20以上の差があるのでスキップしていきましょう。こんなものよ。そりゃそうだよな、さすがに勝てるよな。で、傷を負わせたと。で、リラ隊はダメだ、これ攻撃仕掛けてる。で、ロコの耐久値が半分。これやはり迎え撃たないとダメだな。うん、うん、そうですね。聞いてください、命令か。ここに建設、投石台建てよう。任せてくれ。で、花公園たちが布陣しようとしてますね。うわー、恐ろしいメンバーが来てるな。なんだこの行軍は。3591、防御は1171。恐ろしいメンバーだ。とりあえず道館を早く囲みましょう。で、この部隊でこちらの風まで抑えて、こちらの風まで行きましょう。で、この部隊は変に刺激しないようにここでね動かず待ってましょう。で、こちら猛将で行っていると、平坦を切られないようにしなきゃいけないから、この隊まとめてで、やはりこの歩まで、分かった、港の歩を奪いにまずは行きましょう。長く伸びてればね、平坦を切られることはないでしょうからね。で、こちら右岸最小はこの歩を押さえ、こちら安陸まで来ましょう。任せてください。効果もね落としたいと思ってますからね、ロコを落とした後は。それではこちらですね、円の方、リラ隊の動きをちょっと見ていきましょう。その後レント隊も来てるのでね、ちょっと怖いんだよな。ロコが4分の1ですね。で、韓国艦が動揺していると。よし、ローマに着きましたね。よし、投石台はできたと。攻撃仕掛けるのはいいけど、なんか少ないな、47しかないのか。で、こちら投石台は壊れたと。では心配が部員を取る。で、あとのこちら4体で砦をまずは壊しましょう。心得た。で、リラ隊がかかってきてますね。あ、これは混乱を曹操が入れてくれてるみたいですね。それではまず深夜の周りで出撃があるか見ていきましょう。この3000の補給が入った後でしょうね、もし出てくるとしても。1万7000で、ロコが陥落ですと。これで長江以北の孫権の領土は全部奪いましたね。では捕虜になってもらいましょう。波動がレベル7ですね。うわー、リラが高孫さんに一騎打ち。勝てないだろう。確かリラすごい強いぞ。98、95、いい勝負です。ちょっと見ていきましょう。ただ向こうは個性一騎を持ってますからね、ちょっと勝てないかな。いざ尋常に勝負。石とば乗ってるのかな、もしかして。お、いいぞいいぞ、頑張ってる頑張ってる頑張ってる。あー、ダメか、もともとのダメージの能力値の差が。うわー、落とされた。怪我してなければいいけど。怪我はしてない、士気は下がったけど。いいですね、3連携で6000ダメージ、素晴らしい。
で撃破と、これはちょっと軍楽台立てていきましょうかね。頼むぞ、ご確認ください。いかがだったでしょうか。円の攻防戦で新三兄弟、高孫さん、長江、そして高蘭、こちらの三連携が出たのは本当にしびれましたね。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。